こんにちは。こんにちは。こんばんは。あ、私は今現在田中慎介議員のもとでインターンさせていただいている西南学院大学1年法学部の寺町和馬と言います。よろしくお願いします。よし。今日は野球の経済効果という一見難しいタイトルに言えるんですが、そういうものを紹介していきたいと思います。まずはじめに今日の内容ということで、まず私寺町和馬という人間をぜひ知っていただきたいと思います。こちらが1番です。で、2番で野球の経済効果についてお話したいと思います。ではまず自己紹介からです。私の出身地は佐賀県神埼市です。それは、まあ、ある田んぼなんですが、本当に360度自然に囲まれているようなところです。田んぼばかり、まあ、一見何もないように思われる方もいらっしゃると思いますが、自然に囲まれているからこそ美味しい食べ物があります。それはそうめんですね。他の神埼そうめんは他のそうめんと何が違うかと言いますと、水につけた時の色が全然違うんですね。これはこの写真ではお分かりいただけるかどうかは分かりませんが、普通のそうめんを水につけると白っぽく浮き上がるのが通常なんですが、神埼そうめんは水につけた瞬間に少し白透明になって、で食べると普通のそうめんと違って少しコシがあって美味しいというそうめんです。まあ、ぜひ食べられてください。神田君。はい。で、私は、まあ、今ユニフォームを着ている通り、佐賀県の佐賀北高校で野球部に所属しておりました。はい。こちらは、まあ、練習試合で打席に立っているところです。で、まあ、頑張っていたんですが、まあ、最後の最後の大会でベンチに入れませんでした。そこで、まあ、裏方としてサポートすることにしました。チーム自体は1年の夏と3年の夏の2回甲子園に実は行ってまして、でそこで、まあ、ここは甲子園練習の、まあ、こうボールボーイをしている写真です。で、あの試合でもこのようにあの、まあ、この水色ヘルメットをかぶっているあのベンチの横に座るっていうポジションのボールボーイをしてまして、でこちら本当に朝日放送さんで僕たちの試合があった時にこうやって実際に僕が映ってるシーンを撮ってきました。いや、監督と同じ方向を向いてるっていうのはちょっと面白いなと個人的に感じました。はい。でもまあボールボーイと言われてもまあ簡単な仕事じゃないかというふうに思われますが、まあボールボーイというのは、まあ、全国そうですね、まあ、高校球児が高校野球連盟の調べによりますと、2014年の時点では全国17万人いまして、でそこで甲子園に出れるチームというのは49チームというのが決まってます。でそこで各チーム3人ずつ選ばれる形になりますので、まあ、147人しかなることができません。17万人を147で割ると、まあ、約1750人に1人しかなれないという、まあ、すごく恵まれたポジションだなというのを感じました。で、あと甲子園に2回も行かさせていただいたので、まあ、いろいろ甲子園の裏のお話というか、どれぐらいお金がかかるんだろうということを、まあ、知ることができました。でそこで、まあ、一つ費用がものすごい莫大な量でありまして、こちらを全て合わせるとなんと1300万円かかります。甲子園に行くのが一人じゃ難しいというのは、まあ、こういう費用的なこともあるんだなというのをしみじみ感じました。ですが甲子園のすごいところは、この莫大な費用がかかるということ以上に経済効果がものすごい。ここからが2番で、まあ、経済効果とは何かという質問なのということなんですが、まあ、簡単に言ってしまえば、まあ、この3つの効果が合わさって経済効果と呼ばれるようになります。まず直接効果と言われるのは、まあ、飲食店でいう例えばハンバーグ屋さんだったらハンバーグをどれだけ売ったかというのが直接効果に当たります。で第一次経済波及効果と少し難しい単語ですが、こちらは、まあ、そのハンバーグの肉を製造している会社がどれだけ経済利益を受けたかということです。で第二次経済波及効果というのは、そのハンバーグを作っている肉屋さんの従業員がどれだけ儲かっ
従業員が得た所得によって消費していく中で生まれていく経済効果です。こちらは、あくまで目安しかないのですが、一つの経済対策とかをしていく上での指標になります。で、甲子園の経済効果なんですが、なんと2014年の調べになるんですが245億円です。対してプロ野球は、楽天が2013年に日本一になりましたが、その時でさえも経済効果は約230億円でしかなかったと言われております。甲子園の方が実は経済的効果は大きいんです。プロ野球、去年ホークスが日本一になりましたが、経済効果は403億円というふうに言われております。甲子園は、1年2回行われますので、245億円、1回の大会ですね。こちらの大会が2回行われるということを計算いたしますと、約450億円ほどが見込まれるのではないかと思います。こちらを計算するホークスよりも実はすごいぞというのがお分かりいただければと思います。また甲子園は、僕たち、佐賀北高校は2007年の記事なんですが、こういうふうに5対4で、全国優勝した時の記事なんですけれども、ありがとうございます。経済効果だけではなく、こういう思わず知らず応援したくなるようなチームが、いたということで、すごく甲子園は誰が勝つか試合にならないとわからないから面白いというのが甲子園ならではの面白さがあると思います。僕が最終的に言いたいことは、甲子園はプロ野球以上に人に夢と希望を与えるだけでなく経済効果も与える素晴らしいものだということでございます。すいません、ご清聴ありがとうございました。